お財布携帯は、携帯電話に埋め込まれたフェリカチップを用いた、非接触型の小額決済サービス、及びこのサービスに対応したモバイルフェリカ IC チップ、等を内蔵した、携帯電話等の総称。日本におけるモバイル決済システムの先駆けであり、かつデファクトスタンダードであった。Apple Pay、Google Pay 等や NFC 決済の登場により、デファクトとは言えなくなったが、 フェリカなどの基本的な仕組みは共通である。お、財布とは、称するが、必ずしも、電子決済に限定されず、その用途は口実の通りたにわたる。お財布形態は英語に直訳すると、バレットモバイルで、雑誌などで一部、お財布マイナス、お財布マイナスなどといった語気が見られるが、正式な商標、サービス名称の表記は、お財布形態である。 システムの開発を行った NTT ドコモの登録商標であるが、携帯電話による決済インフラ自体の普及を優先させるため、囲い込みを行わず、他社にもシステムや商標権がライセンスされ、ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの4通信事業者ともこのお財布形態の名称を使用している。このため、他キャリアの紹介カタログやウェブページでは、客中に お財布携帯は株式会社 NTT ドコモの登録商標ですという記述がある。お財布携帯で提供されるサービスは楽天エリをはじめとした電子マネー、各種会員証、量販店のポイントカード、鉄道やバス、旅客機の乗車券、航空券、クレジットカードとしての利用など多岐にわたる。詳細は Apple Pay お参照 iPhone では2016年発売の iPhone7。 iPhone 7 Plus Apple Watch シリーズ2にフェリカチップを搭載し2016年10月から日本で Apple Pay が利用できるようになった。これは従来の SIM にセキュアエレメントを搭載する SIM 方式ではなく端末自体に SE を搭載するエセ方式を採用している。またカード情報の機密化にトークナイゼーションを使用している。そのため 機能要素的には従来使用のお財布形態とは異なるが非接触決済の見た目は禁じしている。詳細は Google Pay を参照また日本向け使用の Android 端末のうち Android 5.0以降の OS 及びお財布形態機能を搭載するものを使用して2016年12月から日本で Android Pay が利用できるようになった。これは端末自体に ファリサ SE を搭載しお財布形態と同様の機能を実現するもので、基本的には Google Pay アプリはお財布形態のフロントエンド的役割となっている。カード情報の機密化にトークナイゼーションを使用するのは Apple Pay と同様である。なお Google Pay 以降は従来のお財布形態アプリとは異なる仕様の決済サービスも提供されるようになった。 携帯電話本体のバッテリーからの電源供給によって動作し、携帯電話そのものを専用アプリを通じて、フェリカの UI として利用することができる。さらに、ネットワークに接続したリーダー、ライター機能も内蔵しているため単独で、フェリカの読み書きができるだけでなく、他のカード、携帯機器等のフェリカチップとのデータ交換も可能である。また、 多数のサービスを1台の携帯電話で利用することが可能である。i モードフェリカを搭載した初期の携帯電話、Kai901IC。バッテリーカバーにあるフェリカプラットフォームマークを読み取り機器にかざして使用する。以下は、フィーチャーフォン時代のお財布携帯の機能名を列挙する。商標名をそのまま機能名としている通信事業者もある。なおスマートフォンに搭載された機能名は、おおむね、 いずれの通信事業者系列の端末でも商標名を使用している。ただし iPhone7 以降の Apple Pay のように実質的に上位の機能名に吸収されているケースもある。お財布の名の通り電子マネーとして少額あるいは多数金額の決済が容易である。電子マネーの特徴を生かし店舗、自動販売機やインターネット通信販売での支払いの用途を中心に乗車券、 チケット、ポイント、会員証など、様々な用途に使われている。フェリカチップを採用している電子、マネーサービス楽天エリア、東日本旅客鉄道の乗車カードサービスのスイカ、などが、お財布形態に対応している。これらの事業者にとっては、以下のようなメリットがある。また、決済機能以外にも会員証機能として、家電量販店のポイントカードや各種プリペイドカード、 会員証などのサービスを1台の携帯電話に一本化することができる。2015年12月時点でヨドバシカメラのポイント還元、全日本空輸のマイル還元などが対応した。その他、電子チケットをネットワーク上からダウンロードし、お財布携帯対応携帯電話を航空券やイベント入場券の代わりにすることでチケット発行の手間を省くサービスや、 複製困難な無形の鍵として、マンションの鍵に採用する事例もある。また、カード機能とは直接関わらないが、フェリカチップに個別に内蔵されている独自の情報を利用して、高度なセキュリティ機能を実現できることから、お財布携帯対応携帯電話にクレジットカードのコカードとしての機能を付帯させるサービス、エリオーダーをソニーファイナンスインターナショナルが提供していたが、 エリオサービスとともに2011年2月28日に終了している。この決済方法は、クレジットカード番号を一切入力せず、フェリカチップ内蔵の情報のみを使って、やり取りを完了させるため、技術的にも高セキュリティであり、ユーザーも安心感を得ることができると説明されている。パソコン上でのサービスは、カードリーダー、ライター、パソリを利用して行う。 お財布携帯は決済機能をはじめとする複数の機能を携帯電話に一本化するプラットフォームであるが、Apple Pay の決済時のように生体認証を義務づけているわけではないため、携帯電話を紛失、破損したり、盗難にあった場合のリスクがある。盗難におけるリスクは従来のクレジットカードなどにも見られる問題であるが、多種の電子マネーなどが携帯電話に内蔵されることで、ユーザーは、 多くの手続きを自己防衛のために求められる。お財布携帯は携帯電話の電波が入らない場所でも、各サービスの基本機能が利用できるように設計されているため、携帯電話を盗難、あるいは落とした際、携帯電話回線を停止しても携帯電話に登録されている、クレジットカード、プリペイドカード、定期券などの機能は同時に停止しない。したがって利用者は、 自ら各サービス事業者に連絡を取り、使用停止の手続きを行わなくてはならない。なお、特に、クレジットカードに対する抵抗感の根強い、日本において、これらの不安点を解消するために、電話回線やメール着信を通して、フェリカの機能をロックする機能を持つ端末も発売されており、消費者の保護をアピールしている。紛失、盗難の際は、各事業者に連絡することで、 利用停止ができるが、携帯本体の機能として、あらかじめ設定しておくことにより、遠隔で、お財布機能を含め、携帯のすべての機能を、ロックすることができる。また、普段は、IC カードロックをかけておき、使用するときだけ解除することによって、紛失、盗難の場合でも、遠隔操作なしにお財布機能の不正利用予防が、可能である。モバイル Suica7 個は、電話で、 センターに連絡することで利用停止ができ、スマーティプラスクイスプ ID 等のクレジットサービスの場合はセンターに連絡した日から60日遡って被害額が保証される。身分証明書として会員証や社員証、鍵などに用いる場合、認証を行う側から見れば携帯電話を拾ったものになりすましをされるなどのリスクも考えられる。また、従来から提供されていた 非接触 IC カードサービスのプラットフォームにはカードを挿入することを前提とした設計がなされているものもあるため従来のインフラが利用できない場合もある。入金機などにカードが挿入できないことからお財布携帯ではオンライン上でチャージを行うことを前提としたサービスが一般的であるがこの場合携帯電話のバッテリーが切れたり電波の入らない場所ではチャージは行えない。 お財布携帯のフェリカチップは携帯電話の内部に固定されており取り外しができない。SIM カードやマイケロスディカードのような物理的なデータ移行はできない場合がほとんどである。修理や機種変更の際にはスイカ、エディなどフェリカ内のデータを各サービス会社に預け、その完了後にデータを戻す必要がある。エディのように個人情報や クレジットカードの再登録が必要なケースもあり、手続きは煩雑であるが、キャリアによっては、ファリサの一括移行サービスを行っている。その他、当初の iPhone で、お財布携帯を利用可能とするため、ドコモのお財布携帯ジャケット01などの外付けのガジェットも販売された。ディズニーモバイルオンソフトバンクなど一部を除き、MVNO の SIM カードを利用している場合、 利用が制限される場合がある。ありがとうございます。